映像はドイツ人の方が制作投稿されたもので、第二次大戦中母国のために戦った日本兵に対して尊敬の念を表するために作られたトリビュート動画です。投稿者さんには戦争を賛美するなどの考えは一切なく、戦地へと送られたドイツの一般の兵士たちも戦争の被害者であったとし、時のドイツの国家社会主義を否定しています。その上で、愛する家族や故郷を守るために命を落として戦った自国の兵士に対し、もっと大きな敬意が払われ名誉が与えられてもいいのではという思いから、主にドイツ兵にスポットを当てた動画を制作されています。その過程で、投稿者さん曰く、兄弟とも言うべき同盟国であった日本軍の兵士へ送るトリビュートもお作りになられたそうです。映像を見た外国人からは様々な反応が寄せられていました。